資金上の黄昏は、イギリスの中国学者で、新朝最後の皇帝、富義の家庭教師を務めたレジナルド・ジョンストンの著書。1934年3月に、ビクター・ゴランツ社から出版された。本書はジョンストンより富義へ捧げられている。1898年の土の犬の変法から、1931年の満州事変までが言及されている、当時の清や中華民国。 不義皇帝周辺の情勢を記した第一級資料である。第二次世界大戦後の1946年5月に改定された極東国際軍事裁判では、弁護側より資料として提出されたが、理由を明確にされないまま検察側により却下され、裁判資料とはされなかった。岩波文庫版は、原書の全26章中、第1章から第10章。 第16章と序章の一部が省かれている。役者後書きでは主観的な色彩の強い全史的部分である、第1から10章と第16章、王政復古派の希望と夢を省き、また、序章の一部を省略したとのみ述べている。岩波版で省略された章には、当時の中国人が共和制を望んでおらず、成長を認めていたこと、満州が清朝の故郷であること、 資金上を追われ、イギリス公使館とオランダ公使館から被護行拒否された皇帝が、日本公使館を頼り、日本がやむなく助けたこと、皇帝が満州国皇帝になるのは自然なこと、などの内容が書かれている。昇電車版の監修者の渡辺は、岩波版について、以下のように批判している。この文庫本は、原書の第一章から第十章までと、 第16章を全部省略しているのだ。その理由として役者たちは主観的な色彩の強い前史的部分だからだという。この部分のどこが主観的というのか。成長を建国したのが満州族であることのどこが主観的なのか。第16章は満州人の王朝の皇帝が不その地に戻る可能性について当時どのような報道や記録があったかの 第一級資料である日本政府が全く関与しないうちに、それは大陸での大問題であった。不義がジョンストンと日本公使館に逃げ込んできた時の吉沢講師の当枠、その後も日本政府がいかに不義に関わることを嫌ったか、その側にいたジョンストンの記述ほど信用なるものはない。また岩波文庫では序章の一部を虫が食ったように省略している。 そこを原本に当たってみると、それは不義に忠実だった、新朝の人の名前が出てくるところである。つまり、岩波文庫訳は、中華人民共和国の国益、あるいは建前に反しないようにという配慮から、重要部分を勝手に削除した、非良心的な漢本であり、岩波文庫の名誉を害するものであると言ってよいまた、渡辺は、岩波版の語訳も指摘している。 役者の略歴は記されていないので不明であるが、思想的には、東京裁判主管の人らしいし、英語力にも問題がある。一例だけ挙げておく。I need, hardly say that the last persons in the world to, whom the e m p e r o r would have appealed for sanctuary war, 治 and c h a n チ h ン i l i a n ン o の岩波文庫訳では、意味がちょうど反対になってしまっている。つまり、 ザラストという単語の意味が理解されていない。He is the last person to do such thing というのは、旧正高校向けの入試参考書にも出てくる例文である。しかし、語訳は誰にでもあることだから、それ自体は大したことではないだろう。しかしフギ、フニが小解析と超学料を世界中で最後に頼る人物だと考えていたと分けするのは、この ジョンストンの本の内容がまるでわかっていなかったということになる。原文は皇帝が非語を求める場合、誰に頼るとしても、世界中でこの人たちだけには、絶対頼りたくないのが、小解析と超学料だったという内容である。こんなことは、ジョンストンの記述を、そこまで読んでくれば当然にわかるはずなのだ。役者たちが、 正反対に誤訳したのが単なる語学力の欠如なら、許せるが、読者を誘導する意図があったとしたら、歴史の削除のやり方から見て、その可能性がないとは限らない。許せない犯罪的行為であろうまた渡辺は、岩波文庫版が主観的な色彩の強いとして、原著の重要部分を省いたことは、原作者に対する著作者人格権の侵害に当たるとする批判見解も出している。 岩波文庫版は、国会図書館の造本の1934年12月の第4冊を定本としたものであるが、役者の入江陽子らは、第4冊への序文が加えられた他は、少数の誤植を含めて、書冊との異動はない模様であるとしている。岩倉見つける役の本の風景写版では、1934年12月に発行された第4冊は、扇の写真の差し替え、 皇位の亡命先に関する記述、協玉賞に監禁された総婚に関する記述、両慶長の言葉に対して、私はその提言に従って本書を執筆したという一文の挿入など、初版に修正が加えられていると記述されている。不義の生涯を描いた映画ラストエンペラーでも文献が登場する。著者ジョンストンはピーター・オトゥールが演じた。渡辺昭一。 満州は、日本の侵略ではない。ウェブウィル、2011年1月9日閲覧。原書450ページ、岩波文庫本437ページ、小電車版、監修者前書き、11ページ、渡辺翔一、日本を癒しめる、日本嫌いの日本人に今恐れるべきは、ジパノフォビア特馬書店、2009年5月。 ISBN 978から4から19から86万2739から3、岩波文庫版判例、ありがとうございます。